はい、流、え、装、ー、レッド公約の一ノ瀬ハエテです。今日は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。綱ケイトさんお願いします。流装ブルーメルタ役の綱ケイトです。よろしくお願いします。お願いいたします。尾崎一佳さんお願いします。流装ピンクアスナ役の尾崎一佳です。よろしくお願いします。お願いいたします。 小原悠人さんお願いします。はい、流、え、装、ー、グリーン鴨役の小原悠人です。よろしくお願いします。お願いいたします。岸田達也さんお願いします。はい、流装ブラック万馬バ,バ役の岸田達也です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。郷どうかさんお願いします。流装、えー、ゴールド金ナリ役の郷どうかです。よろしくお願いします。お願いいたします。最後に長田誠也さんお願いします。 マックス流装チェンジャー役の長田誠也です。よろしくお願いします。違う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 。あれ。<laughs> <laughs> 急にボケるやん。これ言いたかった、これ絶対に言おうと思ってたっけ。<laughs> 改めてはよろしいですか長田さん。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。七人勢ぞろいでございます。皆さん、お日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。 さあ本当に上映直後でございます。皆様が待ちに待ったお姿舞台上にあると思いますので、ここからお時間に許す限りお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ何より一年ぶりに約一年ぶりですかね。流走者として集まっての撮影いかがでしたか。どうでした、津和君。<laughs> <laughs> ちょいきなり津和危ないから俺話そうか。<laughs> <laughs> いや大丈夫。<laughs> 成長したから任して。 うん、そうですね、今出てくる前、エンジンもしてきたんですけど、やっぱそんくらい久々に会うのが本当に楽しみで、実際、撮影入っても、何だろう、久々って感じしないぐらい、本当にみんな初日から空気変わらなく、今までの空気通りでやれたので、本当にやっぱ、そんくらい1年、密でやってたんだなって思いました。そうですねなんかね、久しぶりに会ってね、でもやっぱり会わない日とかも、やっぱりお互いのこと考えちゃったりしてたから、やっぱこれって、 濃いですね。ああ <laughs>。それは本当にいいやつなんだ。い <laughs> やる、裏でね、さっき言ってたけど、<laughs> 本当に言うと思ってなかったから。すごい。ガチ。で <laughs> まあ、けど、それぐらい仲いいメンバーだから、やっぱ撮影久々できてね、すごい楽しかったですよね。なんかいい意味でみんな変わってなくて、すごいこう。現場入ったとき一瞬で、なんか一年前の雰囲気に戻れる。感じがしたんで、そこはすごくなんか、良かったなっていうふうには思います。そうだね。ね,ね、ね、ね、辰巳。はい。 アクリル板あるから遠いんだよね、<laughs> 遠いね見えないね、でも皆さん、映画、どうでしたかあの今日はリュウソージャ者ファンの皆さんということで、よろしいですか、ね、3本あるからね、お,おそらく、まあ、僕の,あの本当に勝ってない見ですけど、この映画は本当に竜奏者のファンに向けた作品だと思ってますあのはいいありがとうございます。 あの分かんないけどもうおもちゃとかねもういいのよ、そんなのは。そうだね郵送者を1年見てくれた皆さんに向けて全力で向けた作品になっているなって僕は思うんだけどそうですね、それでいいのかな、ちょ、尖っっいいいや、とそういう意味ではね、本当に皆さんに見ていただけてよかったなって思ってます、いろんな人に思いがあってね。 ね <laughs> ね、ちょっと珍しくすごい今日喋るから、ねね、すごいね。るけど皆さんだけじゃなくてこっちも「えっと、リ・ソージャーも」も、えっと、ここに立ってるメンバーだけじゃなくて1話から、えっと、ずっと作ってきたいろんなキャストの方とスタッフさんの思いがすごい詰まってる映画なので皆さんにもすごい分かってもらえたんじゃないかなと僕は思ってます。 素晴らしい本当にありがとうございますなんか多分ご自身キャストの皆さんのご自身の気持ちもなんかキャストの皆さんが代弁してくれたようにもうまさにソウルは一つなのかなと思ったりもしますがそこの結果として竜走者の復活に SNS って公開前からすごい盛り上がりがあってさらに公開を迎えてからもたくさんの反響届いていらっしゃったと思うんですけどもそういった反響や SNS での感想を見て。 おおさきさんマイク早かったおさきさんにつきま。<laughs> いや振られると思いました今。突っってきたからそこは行かないと,と思っちゃいました。<laughs> すみませんすみませんややこしいことしてすみません。反響ですよね。そうですいかがでした。<laughs> いやでも実際あのもうキラメージャーも始まっていてもう前回じゃんも決まっていた状態での発表だったと思うので流装じゃって言ったらまあちょっと前じゃないですか。 なんで皆さんの中でも飽きられてないかなってすごい心配だったんですよ、いや、2本立てでいいよみたいな、思われたらめっちゃショックだなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、皆さん温かい言葉で SNS をこう賑わしてくれたんで、賑わせてくれる合、はい、<laughs> ってるよ、合 <laughs> ってるよ、合っ,<う>ってる、合ってる、だからすごい嬉しかったです、ありがとうございました。 なんかあれだよね、なんか本編のとこにメンバーで話しててなんかよくリュウソージャ者より正直言うとワイズルとかクレヨンの方がトレンド入りすることが多くて悔しいなーとか言ってたんですよ。なんかけど終わってリュウソジャーがすごいトレンド入りとかしててあ、終わってからやっぱ大事さに気づくのかなっていうありがとうございます、本当に。<laughs> 言う<何> <laughs> にね<何>なんかね断 <laughs> るごとにねトレンドにね「竜じ者」って文字があってすごいそれを見るのがすごい嬉しくてなんか毎日こう公式のねあのツイートとかあったりとかするとそのコメント欄とかすごく追ってたりとかあのする日々がすごい続いてて、うん、なんか、うん、まあ愛されてる作品だなっていうのは日々感じながら今日まで。 ました。ね、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> えじゃあ、小原さん、こう皆さんのコメントとかこう見ててくださったんですね。<laughs> いやそうなんです。なんか本当に、うん、あのまあ、15分がすごい。15分っていう内容だったんで、なんかあの最初始まる前はこう短い短いとかいう。あのコメントが多かったんですけど、終わってこう見た方の感想だといや15分で良かった。た っていうかこれ以上なんか見れなかったっていう感想がすごいあってそれほどこうあの本編を見てくださった方々にはこう濃い内容になっていたんだなっていうのはすごく感じました完璧なコメントだ素晴ぞっい素晴らしいすごらしい,素晴らしいありがとうカバーしてくれて <laughs> 一番散らかってなかったよね <laughs> す <laughs> すげえま,とまってたねさが <laughs>、ね、でいいらっしゃいますでも SNS の反響は長田さ,さんにもしっかり届いてたんじゃないかなと思うんですけど本当<や>にだからなんかまたできるんだというか、まあ、ファイナルライブツアーね多分皆さんも見に来ようとしてくれてた方が多いと思うんですけどそれがこうなんかお、ね、できなくなってしまってで僕も皆さんにお会いすることはできないままこのまま終わっちゃうのかなと思ったら今日みたいにこういうね あの場を設けていただいて本当にあ,のありがたいなという言葉につきます本当にだから反響を見ててまあずっと嬉しかったしああ俺まだ髪切れねえなってずっとねしばらく俺こう2年ぐらいずっと同じ髪型なんですよ一応名だしようにすぐできるようにこうね分けてたんであのああ,あ,あ,す,あ,あすいませんさすがですよねせさん指光ってますね<ん>左指光ってますね <laughs> <laughs> え何、ー、それこれあの ナダコーのブレスレットじゃねえわあれやナダコのリングしてますけどちょっとさ俺らに言わない打ち合わせしないでよ本当に今急に急に今今見つけたの今見つけたのそうそうそうなんです今日今日もつけましたこれありがとうございます一ノ瀬さんはどうですか今公開前のお話もたくさんありますが公開後公開されてから一ノ瀬さんの方にもどんな反響が ましたでもやっぱそうですよね、僕たちやっぱりやってる時も15分って聞いてたから、みんな早口になってたしね、最初の方とかね、もうみんななんかもう、巻かなきゃ巻かなきゃすごい早さで喋ってたんですけど、撮影しながら15分に収めようと、尺十分たちでやってめてねお芝居中がってことですか、なんかみんな全体的に早口で全部使ってもらいたいからね、カットされたくないもんなって、そういう感じで詰め込むみたいな。 ね、やっぱありましたけど実際にやっぱりその深掘りみんながしてほしかったと思うんですけど、まあ、僕,自僕たち自身もやっぱりすごく、ね、あのなんだろう記憶に残るところだったのでそこら辺がやっぱりみんなでソウル一つになったなっていうような回だったのでうん、うん、そこを掘ってくれたのは僕たちも嬉しかったしやっぱりその分みんなナダロスは全部48話終わっても。 続いてたぐらいだからやっぱりみんな喜んでくれたんじゃないかなって思いますはいありがとうございますいやいやそうなんですよねこの本作も皆さんの方がよく知ってらっしゃるので改めて言うまでもないかもしれませんがテレビシリーズの32話と33話をつなぐ32.5話 とということで竜曹雀の知られざるあの日の物語を描いた作品ということだったと思うんですけどテレビシリーズでも多くの記憶に残ったダのエピソードに焦点ってなってるじゃないですかこのエピソードを特別編として描くとお聞きになったとき改めて皆さんはどうだったのかなと思うんですけどいかがですか。かとかからららししににとががだそのみんなに解放ててもらってから そのどういうやり取りをしてたのかっていうのがやっぱり想像でしかなかったので、うん、台本を読んだ時にあこういうくだりがあったんだとか、うん、やっぱあのバンバとあのバンバに自分の気持ちを打ち明けてたとかっていうのをこうがバンバから聞いたみたいなでそのみんなにこうなんかこう後で伝わっていくっていうようなことが描かれて自分が想像してた部分がこう何て言うんですかねあの補填されたみたいな感じですごく読んであのしっくりはきましたね本当に、はいうん、すっごい いい話じゃないですかこの話ってで15分しか尺がないっていうのに僕の婚活シーンは毎回あるんだなってびっくりしました。確か15分しかないのにね。意外と尺取ってるんですよ僕もね。そうねちゃんと組みにってるからね。そうですね。お話の中盤として考えればあそこは一生懸命やってていただかないと。そうですね。いけなかったと思いますけれども岸田さん今小澤さんからもお話が出ましたけどお二人のシーンが。 今回しっかりとりました灘とはい、はい、達人のシーンがありましたけれどもいや何て言ったらいいんだろう結構何て言うんだろうこういうなんか何でもない日常っていうかこう1話と1話の間,の間の話っていうのを多分ななんかななんて言うんだろうななんか何かやりたいっていうふうには僕思っててそのいろんなことがあった時にでプロデューサーの方とかに連絡して何とか形にするっていうふうに言っててそれが 本当になんかあこれしかないなっていう話になったなって思うんですよねだからすごい何て言うんだろうなん,なんか全部が合わさった感じなんか何でもないその32話と33話の間の話ではないみんなの思いが間違いなく入っててこれを実現するために本当にいろんなスタッフの方が多分ハードルを超えて普段やらないだって VS 以外の映画ってね 普段なかなかない中でこういうものがなんかできたっていうのはなんかもうなんか一生の思い出ぐらいのことだと思いますねそれがこういう話でよかったなって僕はもう素直に、はい、思います。 真面目すぎダメ。いやありがとうございます。いいのいいのよかったよかった。いいのよいいの真面目い今日はね涙イセンが緩いから、そうしっかり締めていこうと思って。いやいやいいんです。もうたくさん聞かせてください。今日はだからこそねツイターの配信でも見てらっしゃる方々もいらっしゃるので、もうたっぷりお時間あると思いますが。そうですね。見てるですね。そうなんでそうなんです。はいという形なのででツナさん。 いやっつなは <laughs> ああ回ってきたね。<laughs> ああ、竜宮。いはい、待ってました。ここ,ここですっごい決めてくれてたので、ここは一回いっとかなきゃいけないかなと思ったんですけど。素晴らしいです。アナムは。ありがとうございます。<laughs> とうも大変です。ちょ今回のこの台本はやっぱり奈々のこういうエピソードがあるっていう中でもなんかやっぱりメルトらしいですよね。セリフがありました。こう立ち位置を考えたりとか、ああいうシーンもあったりしましたがいかがでしたか。そうですねいや。久々に演じるので本当に不安だったんですけど戻れるかなっていうメルトにでもやっぱ。 まあ、こんな派手な髪ですし衣装を着た瞬間にやっぱりなんかその演じてた時のあれがよみがえってきて1発目のシーンがそのアスナとトワとの3人の,あの肉まん食べながらのシーンだったんですけど1発目は噛みましたね、うん、寒くて滑舌が回らなくてでもちゃんと…何の話 <laughs> <laughs> いや、なんか見、ね、さ戻れたって言った。そ,そ,そうそう、ゆっくり話させてください。い<や>はい、はい。そうそうまあ無事にメルトンになれたんで本当に良かったです。まあ,あとお皿さ,さんにね。久々に会えたので、それがまず嬉しかったです。久々にお芝居できてはい。ありがとうございます。 さあお話はねもう本当に尽きないと思うんですけれども、今日はあえて7人揃っていただいておりますので、ここから一つコーナーを受けさせていただきましたので、ぜひ皆様、引き続きお付き合いいただければと思いますが、本作のタイトル、メモリー・オブ・ソウル・メイツということで、お客様も、そして皆様も、流走者にはたくさんの思い出があるかと存じます。そこで、本日は皆様にこんなことをしていただいておりますので、スタッフの皆さん、ご用意お願いします少しお待ちくださいね。 つなつないで、これ腕の見せ所だよお前。暑い。つな、ちょっとアンカチ欲しいです。見せ所だよお前の。ごめんなさいね。本当にごめんなさい。いいいい。ちょっと隠しておいてください。つがすいません。楽しい。はい。 それではご準備いただけたということでそれではですねこちらお持ちのフリップなんですけれども実はそれぞれ撮影中の思い出のエピソードを書いていただきましたなのでその思い出のエピソードをご披露していただきつつメモリー・オブ・ソウル・メッツ思い出を語っていただこうというコーナーになっておりますお一人ずつの発表とさせていただきますのでではまずは長田さんからはいお願いしますはいじゃじゃんはい読んでいただいていいですか六人の後ろ姿ですね はい、この風景を見れたのは、まあ、僕だけなんですよ、やっぱり、言っても、みんなが歩いていってる後ろ姿を見れたのは俺だけなので、これはあと、お客さんもね、あのな,だなだの気分であの、みんなが歩いてるのを見て、ね、いただけたんじゃないかなと思ってるので、やっぱこの瞬間が、本当、最後の最後のところだったんですけど、すごくあの僕のもう役者人生の中に残る景色だったなと思います、これが。めちゃくちゃいいこと言ったな、これ。 ありがたい。ありがとうございます。はい、本当にこの大きなスクリーンでね、何度も見ていただきたいところでございますけれど、ね、ちょっとパンフレットの一番後ろぐらいのところで7人の姿がね、またそうしてあるっていう,うです、ね、いいシーンでございます。ありがとうございます。では兵戸さん。はい。えっと僕は、はい、えっと初変身です。おあの僕カナロとしてこう14話で初返信したときに。 えー、すごい盛りだくさんで、まあ、初めて変身をするだったり、まあ、こう5人がやられている時に駆けつけるのでいろいろシーンもあったり飛び蹴りしたりでその僕があのカメラの中にソウルを収められなくて難しいよねあれ <laughs> そうずっとはみ出ちゃうんですよでなんかそれでなんかそういうこと気にしてたらなかなかうまくいかなくてけどやっぱ時間とかもあって一回 OK ってもう監督が OK ってなったんですけど悔しくて悔しくて。 でその日のシーンが全部終わった後に監督にお願いしに行ってちょっともう1回やらせてくださいって言ってでそうスタッフさんと監督さんもすごい優しいのでじゃあカナルがやりたいならもう1回やろうってってもう1回組み立ててくれて返信をもう1回最後にやらせてもらったっていうのがすごいなんか多分この仕事をやっててそういう経験はなかなかできないので、うん、なんかそれも未だにずっと、えっと、メモリーです。 メモリーです。メモリー、メモリー、メモリーです。いやいやありがとうございます。でもあんまあれだもんね。納得いってなかったもんね。結局ね。それは言わないで。それでも悔しいったけどね。それをずっとね悔しい。何持ってるもんね今ね。いやでもそこからまたね素晴らしい成長がられたと思いますし、この話聞いたらもう一回皆さん見たくなりますよね。テレビぜひ見返していただきたいと思います。ありがとうございます。ぜひ見てください。それ次に木田さんお願いします。はい私はこれです。ルール。 <お>え、何何これあの実はあの制、ー、作発表の記者会見もさかのぼることいつだ2019年2月ぐらいかの時にも実はあのー、目標というかあの大事にしたいところにルールっていうふうに書かせていただいてやはりさすがにこれを清算しなければいけないどんなルールをちゃんとみんなやってきて守ってきたかということで一つ今日は。 一番遅刻した人にちょっといろいろ言い訳を聞いてみようっていうのをやってみようと思います怖い怖い<ー>このねルールのくだり俺知らないからそれは聞きたいなさすがにやっぱりねちなみに俺は1回しましたあはい,はい、はい、あちなみに私も1回です1回してしまいましたはい、はい、僕2回しちゃいました <laughs> すいません僕とはやちゃんはゼロです素 <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> 素晴晴ららししい、い本当に素晴らしい、yeah. 本当にらい、桑原さ,さんも、ね、ゼロかなでも、俺もしてないと思うよ。さすがです。もうす8話しか出てないから、大変だから、俺したらね。おい、青いの。<laughs> だからそこの端っこのやつは。<laughs> <laughs> そんな僕は、でも4回しました。んとつんとつ何とつバンバ、それなの思い出。いやこれだよれいやなんかない僕はバンバはてっきりそのさっき話してたんですけどなんかこうモサレックスが捕まった回でカナロにバンバが池の中でこう水,ぶれ水濡れてるときになんかこうその絆大事にしろって言ってすごいかっこよく去るシーンあるじゃないですか。17話かなでそのの時にあの 多分今日この後 SNS に上げてくれると思うんですけどいや嘘あ <laughs> <い> <laughs> げなきゃいけなくなったねその,その絆大事にしろってすごいかっこいい後ろ姿でめっちゃかっこいいなと思ってたらあの紐に引っかかって大こけしたんですよ <laughs> <laughs> じゃあ言い訳 <laughs> ちこけてたね違う,違う違うあれだから池の中でそこから這い上がって出てね,出てねでその後公園であろう この場所のこういうロープみたいなのがよくあるそれを飛び越えるっていうところの飛び越えるこれがちょっと水の重さで思ったより足が上がらずに豪快にこけたっていう話だよねもうそれがこう僕がもう入ったばっかだったのですっごい面白くてなかなか達人のそういう姿見れないのですごいそれ思い出なんでそれ言ってくださいって言って。 言ってたんですけどルールって書いてました。わかりました。じゃあ今日僕はそれをツイッターにあげます。お楽しみに。確定ですよ確定。ありがとうございます。ではルールの方の生産の方は大丈夫ですかね。もうあの僕の話の方が面白かったんで大丈夫です。わかりました。やめてくださいそれだけ。やめてやめて。俺の印象下がっただけ。バラされただけやん。じゃあもし延長戦があったらそのあと SNS でよろしくお願いしたいと思います。では続きましてオバラさん。はいじゃじゃん実は肉漫画ということで。 あのー、これは今回のメモリーオブソウルメイツの中でのさっきケイちゃんが言ってたこうあ肉まんを食べるアスナと二人で食べるシーンだったんですけどあれ実は肉まんがめちゃめちゃ冷たくてそうだったんだ、えー、そうなんですよ朝一であのー、一発目のカットだったんですで朝早くて。 で肉まん食べるって言ってて結構ウキウキしたんですけどめちゃくちゃ冷たくて冷えた体に冷えた肉まんということで最初からもうなんかあのガクガクであの撮影してましたでここの時にアスナがあの肉まん2個持ってたと思うんですけどあれあのいっちゃんが自分から「なんか肉まん2個ください」って言っててそこはなんかこう。 あのアスナ1年間たってもちゃんとアスナなんだなっていうのはすごくあの感じたいい、ね、あらシーンでしたい,い,、ね、いやーありがとう素晴らしいエピソード素晴らしいいやただただ私が褒められて嬉しいだけの <laughs> <laughs> いやでも本当にもう,こうすごく冷たくてなんかこうみんなでねこう揃う日だったんですけどちょっとこうねあの寒くて口が回らなかったりとかあったんで肉 <laughs> まんも相まってね回らなくなったんだよね口がそうそう回らなくなったりちょっと <laughs> あの噛んじゃったりとかした日だったんでまあこれが 今回の映画ではあの印象に残ってます。なるほど、ありがとうございます。松前撮影秘話でした。あ,いいうん、ありがとうございます。共有させていただいて嬉しいです。さあ、では続いて尾崎さん。はい、はい、お願いします。じゃじゃん、皆様覚えていますでしょうか？18話で願い。石の多分話だったと思うんですけど、<ー>その時に神社の前であのバンバとアスナとワイズルで3人で戦ってるアクションがあると思うんですよ。 そのアクションがめちゃくちゃ難しくてそう、ね、<laughs> アクションが終わった後に私、実はあれ泣いちゃって <laughs> 隠れて泣いてたんですけど達 <laughs> 人にあれいちかどうしたあれ泣いてないって言われて <laughs> みんなにばらされました <laughs> <う>。<laughs> 難しかった, <laughs> 泣きたかったのにね。いやでも本当にあんな悔しい顔初めて見たってぐらい号泣してたもんね,ね。<laughs> いや、しかもつにはこの竜走者の中でも本当にアクションができる方なんですよ。いはで、ワイズルももちろんすごくアクションすごいですしその中で私が混じって私だけできなくてで、結構私のせいでミスみたいなもう一回ってなることがあったのでめっちゃ悔しくて流走の現場では多分私はあれが最初で最後ですね泣いたの。<laughs> いそそそうかかもねすっっご悔しかったですそかそのの <laughs> の写写真真は SNS に上がる撮て ないかな。ないか,ないかな。確かに。二つに乙女の姫ごとにはそれ以上立ちらせません。はい。ぜひ。はい。申し訳ありません<う>なので皆さん今のお話を踏まえて18日をね見ていただいて,見てください。それからもどんどんアクション練習してちょっとずつ最終話に向けて映画に向けてアクションが上手になってると思うのでぜひ見返してください。はい、はい。かっこいいアクションをしっかりと覚えております。ありがとうございます。ではお待たせしました。津波さん。はい。お願いします。え僕は高田雅史さんです。 <え> <laughs> 相当、面白いんだろうな、これ <laughs> 大丈<夫>。よかった、今ね、ざわざわしてくれた方は分かると思うんですけど、僕のスーツアクターさんで、本当に最初からメルと二人で作ってきて、メモリー・オブ・ソウル・メイツでなんか、考えてきてくださいって言われて、正直、無限にあるんですけど、どれにしようかなって悩んで、高田さんやんってなって、高田さんを書いたんですけど、実は G ロッソ。 あるじゃないですか、本編の後ののその時あのスーツアクターさんみんなはあの別の方になるんですけどそれぞれキラメイジャーの方に行っちゃって高田さんはあのあのキラメイシルバーだったんですけどそのだからジーロスソ出てくれて僕のと実はね第,第4弾そ、うん、そうそう,そう。だから高田さんのことは僕が、はい、大好きです。<laughs> 思ったより浅い浅それ1年あったらもっと深掘り行くやんお互いね、メルト大事にしてるんだよねそう、ありがとう思いが強いよねそびっくりだから高田雅史さんって書かせていただきましたはい、ありがとうございますやっぱり二人で一人で最高のパートナーですもんねありがとうございますありがとうございますそれでは最後、一ノ瀬さんお祭りしました、お願いしますはい。 えなんかみんなが結構いい話を書くかなと思ったので僕はこれを書きました。痛い顔です、はい、でどんなことを書こうかなって思っていろいろ考えたんですけどなんか今いろいろお話しさせていただいてきたので何かないかなと思ったらよく考えたら僕、リュウソジャーに携わっている間に左右両方とも捻挫したんですよ足首を。 そうなんですよ。で、本編の時、それこそ、そのさっき市川が話してた。願いしの時に、あの、ちょうど。あの、捻挫しまして、えー。あの、あの、勝手に一人で。撮影も関係ない、<laughs> <う>勝手に一人で、ね。あの、ねオ、オフの日にバスケしてたら。捻挫しまして。で、肌の怪我や。そう、そうなんですよ。だから、もう、これは、なんかもう、やばいと思って、ま でもいろいろテーピングとかこうアクターさんとかにしていただいてその状態でよしやるぞってなってでもやっぱり歩くのも痛かったんですよで,でもやっぱり僕たちはいつも走って駆けつけるんですよねだから,だからこの3人で駆けつけたんだよねそう3人で駆けつけたんですけどやめろっつってねやめろっつってえっってっちゃめちゃ痛いから痛,から痛って顔して。 そしたら痛、はい顔してるからもう一回ってこうあの監督に言われて三、ね、回もやり直したっていう話なんですけどそ,すそれからずっと引きずってたもんね足結構長い間ずっと結構長かったよね <laughs> マジでずっと痛かったねガデガデショー本当に怪我対象だとジー、まあ、ロスト中もあのめちゃくちゃテーピング巻いてて、うん、やばかったそうだそうだ結構怪我してるんです実はそす指ねそれでもわかんないくらいちゃんとアクションとかもやってたから素晴らしいです。 素晴らしい。素晴らしい。まあ、ちゃんとまとめて。まとめるね。優しい。まあ、でも、あの通りだと思います。もう一年ね、本当に皆さん全身全霊を注いでくださった。はい、すみません、あの、僕、あの、舞台挨拶、初めて、初めてぐらいのレベルなんですけど。はい。照明って熱いんですね。俺、逆に。本当にびしょびしょ。あとね。七の。 ナダのこれ久々に来てやっぱ熱いんですよ <laughs> <から S 2> <laughs> すげえめちゃめちゃだほんそうですね <laughs> あの、ただ今日、暑めだと思います <laughs> そして多分これ、いろんな熱気といろんなものが相まってると思いますので<う> <laughs> <ス>最初スーッと出てきてるから ブツブツなと思って <laughs> <に>ハヤテの話聞こうとこっち見るたびに視界に入ってくるからず <laughs> っと垂れてるから笑いが止まらない <laughs> 悪いなと思いながらいやいやそんなことないです皆さんの熱いトークといやいやありがとうございます、ね、ということではい思い出もたくさんお話いただきました。皆さんありがとうございました以上メモリーアブルースソウルメイツのコーナーでございましたありがとうございましたさてここでですね皆さんもう今日これを言うためにやってまいりましたあのテレビでも劇場版でも見られなかった 7人の変身ポーズと名乗りをぜひお願いしたいんですがよろしいですかじゃあ分かりました一旦袖の方に行っていただきましてご相談をお願いしてもよろしいですかはい分かりました申し訳ないですが本当に一旦相談してきてください大丈夫です多分やらないと思いますけどマジですか一旦ねちょっと一旦相談してきてください汗もちょっと拭いていますそうですよね一旦相談してきてください汗も拭いてくださいスタッフ一同流走者の皆さんお願いします しします何かお手元が期待高まるものがありますのでそれでは皆さん勝手にいきますそれでは皆さん <laughs> <laughs> では有奏者の皆さん初めての7人の返信名乗り皆さんの前でよろしいでしょうか はい,いありがとうございますありがとうございますそれでは、はい、お願いしますみんな行くぞえっ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 え外装チェンジっえっえっえ 竜王の騎士竜曹レッドは H の騎士竜曹ブルー合拳の騎士竜曹ピンク疾病の騎士竜曹の騎士竜曹ブラック栄光の騎士竜曹ゴールド不屈の騎士外装 生命に仕える気高き魂吉竜全体デューゼローシラ俺たちの吉竜を見せてやるありがとうございます。<っ>今一度今日一番大きな拍手をありがとうございますなんかうるっと来てしまいそうです本当にありがとうございます 皆さんはどうでしたか7人で披露していただきましたお客様の前でいかがでしょういや気持ちいいですね気持ちいい、<laughs> 気持ちいい、楽しい一ノ <laughs> 瀬さんはいい今、たった今汗出るんだって分かるんですけど今ピタッと止まってます確か <laughs> です <laughs> なんで <laughs> 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 ありがとうございます一ノ瀬さんはどうでした気合い入れすぎたら声裏返りまくった気がしたね <laughs> <laughs> エグかだよ <laughs> いや素敵でした本当に岩内の大きクションありがとうございました <laughs> はい、ありがとうございます以上でフォトセッション終了となりますありがとうございます じゃそれではですね本当に残念なんですがお時間があと少しと限られてきましたので、はい、では皆さん元の位置に戻っていただいたところで最後は一ノ瀬さん代表してご挨拶をいただいて最後としたいと思います一ノ瀬さんお願いいたしますはいなんですけど今日ですね時間が一言,、ね、一,言一言だけはいそう,いうとで,で <laughs> 俺のマイクが待ってたね今,そうです今すみませんいろいろありますのでではすみません本当にあと残り4分ほどで終わらなくてはいけないので、はい、その中でお願いいたします、はい、ごめんなさいナダ、えー、のストーリーはこれで終わりですけれども彼らにはまだバーサスがあるんでぜひそれも見に来てくださいね <laughs> どうやありがとうございますではお願いしますはい、えー、今日は皆さん足を運んでくださり、えー、また今見てくださっている方々もいらっしゃると思います本当にありがとうございます 今回、えー、今日もこの舞台挨拶見てもらっても分かると思うんですけれども、えっと、やっぱり僕たちは1年間以上、2年間、何だかんだ2年間ぐらいか、郵送者出やらせてもらってで、やっぱりその絆っていうのはすごく強いもので、でやっぱり久しぶりに会ってもこうすぐにいろいろできるで、皆さんにもすごい、やっぱなんだろう、ここに帰ってくると、やっぱりちょ、早口で言ってるから、ちょっとね、だめなんだ。あの <laughs> ゆっくり行きます久しぶりに会っても皆さんがこう優しく受け入れてくれるというか、まあ、すぐにこうアットホームな感じで僕たちもこう楽しく舞台挨拶つ,つやらせてもらえるようにどこにいても僕たちの皆さんと僕たちとみんなのソウルは1つなのでそれを今日は覚えて帰っていってください。なんか違うななんかか違違うう まあなんか違うんですけど、まあ要は要はそうです。要は僕たちはソウルメイトなのでね、えー、そこにいる皆さんも、えー、画面の向こうにいる皆さんも、ここにいる僕たちもスタッフさんも、えー、もうみ,みんながね、あのソウルあもうダメだ。ソウルは一つです。ソウルは一つだ。ソウルは一つです。やばい。いかがでしょう。 いかがでしょうか?。はい、すみません。じゃ <laughs>、はい、はい、そういう感じです。な <laughs> んだっけ、なんかさ、美味しいぞみたいな、みんなでや。<laughs> 美味しいぞ、あれだけど。<laughs> そうだね。それは。声は出せないと思うから。みんなで、手だけ出してもらうか。そうだね。そう、そう、僕たちが。い <laughs> 僕たちがソウルを一つにと言ったら、皆さんが。えー、心の中で、ケッブーンって大きな声で。叫んで。やってください。はい。お願いします。よろしくお願いします。一発勝負でいきましょう。 いきまーす。ソウルを一つにけ。キボン。ありがとうございました。キシルセンターリースオーチャーの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。した大好きだぞ。